OK。それでは皆さん、えー、お忙しい中、お集まりいただき、どうもありがとうございます。えー、今回ですね、エクスポートリーオンラインセミナー、エクスポートリ d の、えー、と最新バージョンの6.11ですね。6.11自体は、えー、2週間前ほどに、えー、と正式リリースしてるんですけども、実はですね、今日、えー、と今まさにこのセミナーやってる間に、えー、これからリリースになると思うんですけども、次のパッチですね、6.11。 1.1ってていうのが出てきますでもちろんあのいくつかあの、えーっとまあ、重要なバグの修正っていうのもあるんですけどもさらにあの細かいちょっとあの機能あの強化みたいなのも入っているあのパッチになりますですので皆さんもし今までアップグレードされてない方は今日で出てくるやつですねをぜひダウンロードしてアップグレードしていただければなと思いますでそこでですね新機能をあのこのセミナーを使って新機能の皆さんに紹介させていただければなと思っています で一応、自己紹介の方、ですね私の名前、西谷勘一郎っていいます、エクスポートリーで仕事をやってます。であの2016年の春にデータサイエンスの民主化のためにエクスポートリーを立ち上げたんですけども、まあ、それ以来ですね、エクスポートリーを通して、まあ、あのデータサイエンスを簡単にするためのツールということで、エクスポートリーを使うあの作ったりだとか、それからあとデータサイエンスをあのみんなが使えるようにということで、まあ、トレーニングだとか、このタイプのセミナーなんかを通して、あのデータサイエンスの教育活動もしています。 で私たちエクスパートリーが持つビジョンっていうのは、誰もがデータをもとにより良い意思決定ができるような、そんな世界にしたいなと思ってますので、そのためにデータサイエンスを民主化するということで、あの毎日あのこれをミッションとして活動しています。で、私たちがあの言ってるデータサイエンスっていうのは、まあ、基本的に、 <laughs> テクニックっていうか、まあ、あの技術的な話をするあのプロセスっていうんですかねどうやってデータサイエンスをしていくかっていう話をすると、まあ、一応データアクセスデータラングリング可視化アナリティックス伝えるっていうこの5つに分けれるかなと思うんですねで、まあこの5つのことっていうのをモダンでシンプルな UI を通して簡単にできるようにしようっていうのがエクスパロトリー,、えー正確に言うとエクスパートリーデスクトップっていうツールでそれを私たちが作っているツールってことですね OK それではあの紹介を以上にして本題に入っていきましょう 今日のエクスプロトリーオンラインセミナーエクスプロトリーバージョン6.11の新機能の紹介となります。でですね、今回の6.11、ね、のテーマとして、まあやっぱりこのあのあこれは実は過去、えー、数リリースぐらいあの同じような話をしているはいるんですけれども、やっぱり私たちこ,こデータサイエンス、データサイエンスとか言ってても結局はやっぱりこう多くのグループ、組織、えー、会社なんかではまあやっぱ段階をこう 通って進んでいくのかなと思うんですねいきなり なあのなんかアナリティクスだとか,なんか予測モデルとかっていう飛びよりもやっぱりこう着実に一歩一歩進んでいくべきだと思うんですね。で、まあ、その一つのステップとしてデータドリブンっていうのがあって、それで理想的にはこのデータインフォームドのそんな世界に行けたらいいんじゃないかなと思うんですね。で、データドリブンっていうのは,これはまあビジネス指標ですよね。なんかビジネスで使うこれがなんか重要な指標っていうのをまあ定義することで、まあ、自分たちのビジネスっていうのをまあ,ありのままに見ていけるようにしようと。で、そうするか、そうするか ということによってビジネスが良くなっていうその判断基準っていうのを作ってで、まあ、それをんあに現実世界を受け入れてでビジネスをドライブしていけるようになればいいんじゃないかっていうことですね。で今度それができるようになって初めてその判断基準があるのであればその良い とか悪いっていうのが本当に良いのか悪いのか、それってたまたまなのかそうじゃないのかみたいな判断をしなくちゃいけない。もしくはこの良いとか悪いっていうときに、それなんで良いのか、なんで悪くなってるのかっていうことをこう調べていきたい。こういうときにやっぱりデータインフォームドな、あの、 世界に入っていくと思うんですね。世界というかこう文化ですね。に入っていければいいんじゃないかなと思うんです。でそこではやっぱりあの統計だとかあの,の知識が必要になったりだとか、もしくは予測モデルを使うあの必要が出てきたりだとか、それから、まあ、統計水路なんかを使った確率的な思考をしていく必要があったりだとかっていうのは出ていくと思うんですけども、まあ、さっき言ったように、まずは最初にのステップとして、やっぱりこう、 自分たちの組織、グループなんかにデー,タデータの文化っていうのを作っていく、そのための最初のひな最初必要な一歩ですね。というので、データドリブンっていうのがあるんじゃないかと。でそのデータドリブンっていうあの最初のステップでやっぱり重要になってくるのはこう、あの別にダッシュボードじゃなくてもいいんですけども、なんかこう指標っていうのをう習慣づけて見るような癖をつけていくっていうことですよね。でまあ、私たちはははそれに一一番まあふさわしいのは、まあ、一つは ダッシュボードもう一つはノートっていうのがあるんじゃないのかなってことなんですけども今回の6.11のテーマっていうのはやっぱりこのダッシュボードをどれだけ簡単に作れてみんなで共有して使っていけるようにするかっていうことですね。でそこでまず、えー、と新機能の方なんですけどもまずダッシュボードに関して、まあ、UI のアップデートそれからマークダウンエディターそれから画像のを入れれるように簡単に入れれるようにそれから詳細データも表示できるようにっていうことなんですけどもここはちょっとあの実際見ながらやっていきたいと思います。 と思いますで、えっ、ー、と、こちらがまあ今エクスポートなんですけども、ちょっと私もすでにあのダッシュボードみたいなのを作っているので、こちらにちょっとあの立ち上げますね。で、これ上げるとですね、これが今、あのエディット、編集のスクリーンみたいな形になってますけども、えー、ちょっとこんな感じかな。うん、で、えっ、ー、と、ここの右の方ですね、ここにあのアイコンっていうのが出てきてます。で、これはですね、あの 昔のバージョンを使ってたって、ダッシュボードを作られてた方は覚えてるかもしれないんですけど、昔こういうのがあったんですね。でこれが最近の2リリースぐらいで、一回あの大きくこう UI を。 アップデートしたときに、取っちゃったんですね。取っちゃったようかこの上のボタンだけにしたんですけども、やっぱりあのあのユーザーの方から、なんか使い勝手があの良くないっていう声も聞き終えましたので、私たちの方でもちょっとどうしようかなっていうことで、一回ちょっとこのボタンっていうのを戻して、で、あの戻したんですけども、基本的にはこうシンプルに、前なんかたくさんボタンがあったんですけども、まあ、とりあえずチャートと、それからテキストで、あとのメニューっていうのはこの3本バーの下に、まあ、例えばレイアウト的に、なんか列を追加するだとか、まあ、そういうときにですね、まあ、使える、あの ようなメニューですのでこれがまずあのちょあの UI の変更というかアップデートですね。で、もう一つがなんですけども、ここにこの今テキストっていうのがありますよね、こテキスト追加っていう。で、これを追加することで、こういうテキストのボックス、箱っていうのを追加あの入れることができるんですけども、ここの編集の時に前は自分でテキストを入れて、でマークダウンっていうフォーマットを知っていれば、 まあなんかフォント、フォントや、あのなんかこう、えー、とボールドにしたいだとか、なんか、バレット、あの過剰書きみたいな形にしたいだとか、できたと思うんですけども、まあ、ほとんどの人はそもそも最初、なんかマークダウンなんて何みたいな形だと思うんですよね。ですので、こちらにですね、あのノートで使ってる のと一緒なこうマークタウンエディターっていうのがあるんですけども、こちらの方をこうあのサポートするようにしました。ですので、ここに、例えばこんな今テキストが今入ってますけども、例えばじゃあここの部分をなんかまあ太字にしたいなだっていう時は、この B っていうボタンをこうやって押すと太字になったりだとか、 もしくは、いやそうじゃなくて、私、ヘッダーにしたいな、みたいな。というときは、ここに H っていうのがあるので、こ,この H っていうのをつけると、まあ、こうやってまあ単純にこうシャープっていうのが入るだけなんですね。で、これ、を H を何回もクリックすると、シャープが2つに、3つにってなるので、まあ、ヘッダー1、ヘッダー2ってなんですけども、もしくは自分でこうやってあの、 追加ですね、こうやって追加すると、まあ、ヘッダー2になったりもします。で、このなんかマークダウンであった編集っていうのがそのままフォーマットっていうんですかね、それがそのままここであの見えるっていう形になるので、まあ、以前よりも圧倒的にこうフォーマットしやすくなったんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとですね、ここに例えばあのこういう3つのものをバレットポイント、もしくは過剰書きみたいにしたい場合であれば、あのやり方を知らない、マークダウン知らなかったとしても、ここにツールバーがあるので、この例えば あの過剰書きリストっていうのをクリックするとここに最初にですねこれアスタリスクスペースっていうのをこうなんか単純に入れてるだけなんですけどもこういう形であのフォーマットをされたりもします。<laughs> それからですね、あのここテキストと一緒にイメージを入れたい、もしくは単純にイメージだけを入れたいみたいなあのリクエストも昔よくいただいてたんですけども、これ昔もできたんですけども、これイメージ、マークターンの中で入れるのって結構特殊なフォーマットなので、ほとんどの人がわからないみたいな、私もなんか空ではわからないみたいな形なので、こちらにドラッグドロップですね、ノートと一緒です。で、ドラッグドロップ、もしくはコピ,ーコピペーみたいな形ですね。なので、まあ、例えばここにイメージの方をちょっと用意してるんですけども、この、えー、っと、 こ,こ,これを単純に、まあ、ドラッグアンドロップで、ここにですね、なんかこう持っていくか、もしくはコントロール C でコピーして、で、コントロール V で、もしくは、えー、と Mac の場合はコマンドですけども、ですればあの勝手にイメージが入るようになります。ちょっとやってみましょう。ここでドラッグアンドドロップ、あら、ドラッグ、ちょっと待ってくださいね。私のなんかマウスえっ、ー、と、OK。あれ OK、マウスあの、このような形でドラッグアンドロップで入れると、こうやってあのそのファイルをあのエクスポートのダッシュボードの入っている場所に移して、でこういうあのタグをつけてくれるので、ここで例えば適用、ね、ボタンを押すとこ、こんな形でイメージが入ってきますよということになります。ですので、まあ、あの全然マークダウンを知らなくても、きれいにテキストをフォーマットしてあの入れていくことができるようになりました。これが一つのアップデートですね。<laughs> で えっともう一つ、結構重要なアップデートがあってですね、それが、ちょっとこれ実行しましょう。で実行すると、ここに今回、私の場合はここになんかピボットテーブル、それからチャートがなんかいくつか入ってるんですけども、この小、ね、ディーテ,ーィーテルというか、詳細を見るっていうあの,のが実はチャートレベルで今までもエクスポートの中でできたんですけども、これはダッシュボードからでもできるようになりました。 というのは、例えばこのユナイテッドステイツのこのセールスってあるけども、これってどういう人たちなのかなっていうのであれば、こうこ単純にクリックするだけで、その詳細データっていうんですね、が出てくるようになります。それから例えばこのピボットテーブルなんかでもそうですけども、ここのなんかこのファニチャーのテーブルをで、なんかこれぐらいのなんかものがあるけども、これって何なのかなっていうのを知りたければ、ここをクリックすると、そのファニチャーとテーブルで、えー、とこれなんかの1個上に、 セグメントっていうのはコンシューマーでしたね。で、そ,のそれに関連のあるものっていうのをこうやってリストされるようになります。でもちろん、このデータがあれば、あとここでエクスポートして、であの自分でエクセルで見るみたいな、そんなこともできると思います。ですので、このディテールですね、あの詳細を見るっていう機能ですね、が、ピボットテーブルだとか、それからチャートのなんかでもサポートされる、あのダッシュボード越しにです、ね、サポートされるようになりました。<laughs> で、さらにですね、これはダッシュボードっていうよりも、あの えとパラメータ、一般の話ですね。パラメータっていうのは、ダッシュボードでもノートでもチャートでもデータでもどこでも使えるんですけども、よくありがちなのは、このダッシュボードと一緒に使うっていうのが多いと思うんですね。で、ちょっとパラメータっていうのは、この右上にあるんですけども、このダッシュボード、いくつかのチャートありますよね。で、この元となっているのが、 こちらのグローバルセールスっていうこのデータフレームなんですけども、ここのですね、このフィルターのステップに何かこういくつかパラメータっていうのはもうすでにセットアップされてますっていうのは単純にフィルターのところでパラメータを使うってしてるんですけども、なのでこのパラメータっていうボタンが出てきてるんですね。というと、ころを見てみましょう。でやると、こんな形でこのパラメータのペーンが出てきます。パネルですね。で、ここの例えばこのリージョンってあるんですけども、見てみましょう。 このリージョンっていうのを押すと、こんな形でリストが出てきます。で、このリストがですね、ちょっと新しくなったので、前はなんかこう、単純にリストが出てきて、一個一個タイプして、もし探す探してるんだったら探して、で一個一個選んでいかなくちゃいけないみたいな形だったんですけども、今回は全表示で、チェックボックスで好きなものだけをマルチ、あの複数選択することができるようになってます。ですので、例えばですけども、ここでなんかアジアの系のものを全部選びたいっていう場合なんかだったら、これ、アジアで引っ 引っ掛けてあとこの全選択して、でこれで当時って実行ってやると、これで全部アジアのデータだけがここで見れ,れるようにみたいな形になっています。でその昔に比べてあのかなりこの丸複数選択っていうのはやりやすくなったんじゃないかなと。でさらに、ですねこの例えばこっちもセグメントっていうのがありますけども、ここなんか1、2、3個入ってますよね。でたまにですねこういうのをなんかこのドロップダウンじゃなくてもうリストにしておきたいみたいな場合もあったり。 しますね、特にあの他の人なんかと共有するときなんかだと思うんですけども、でそういうときは、ここに今、パラメータを設定のところを,、ね、をクリックするとです、ね、このパラメータの UI がダイヤルで上がってくるんですけども、ここですね、この今、入力タイプがこの値のリストになっているものに対して、これ、スタイルが2つ選びます。今見ているのはドロップダウンだったんです。今まで見ていたのはドロップダウンだったんですけども、このリストっていうふうにするとですね、ちょっとやってみましょう。これで保存ってやると ここにですね、これがもういつも表示みたいな形になります。ですので、このリージョンって書いてますけど、こっち地域の方はこうドロップダウンで複数選択の方が出てくるに対して、このリストにすると、この全部いつも出っぱなしみたいな形なので、まあ、数が少ない場合なんか、こうやってなんか出していた方が、まあ、あのドロップダウンをクリックするまでもなく、何があるのかなって分かるので、便利かなと思います。で、ここでですね、例えばもうこのまま全選択したりだとか、もしくは1個外したりだとかしながら、であとはもう実行ボタンを押し、 でこうパラメータを使いながら、ダッシュボードのデータをどんどん,どんどん更新しながら見ていくみたいな、そんなことが簡単にできるようになっています。でこれが、1回まずはダッシュボードのアップデートになります。で、えー、っとちょっとその次いきましょう。 でダッシュボードなんですけども、今まで、まあ、見てきて、これ、実はダッシュボードっていうのは、まあ、特にエクスポートの場合なんかだと、単純にチャートを選んで入れていけばいいので、ダッシュボード作成自体にかかる時間って、そんなにかからないと思うんですね、なので、私たちも簡単に作れますよ、柔軟に作れますよみたいなことを言ってるんですけども、ただ、ダッシュボードを作る時間は簡単かもしれないけどあのほ、ほぼないかもしれないけども、その分、逆にまあチャートは作らなくちゃいけないですよね。今回もいいもいきなりチャートが作られてる前提でしたけども このチャート作成にかかる時間っていうのがあると、なのでここをやっぱもっと簡単にしていきたいなっていうのもあるので、あのチャートの方も今回ですね、いろんなところあのアップデートしています。で、ちょっと簡単にまず一つ目ですね、この箱ひげ図バイオリンズっていうのもこれ横向きで表示できるようになりました。今まではえー、っと あのエラバーだとかバーチャートは横向きでも表示できてたんですけども、これ、箱入れずバイオリンズっていうのはまだサポートされてなかったんですけども、今回のバージョンから横向きもサポートされるようになりました。でもう一つですね、さっき、詳細データの表示ってあったと思うんですけども、すでにダッシュボードの中からクリックしてたので、まあ、あのピボットテーブルでも詳細データが見れるっていうのは、まあ、あのもう想像できるとは思うんですが、これがですね、えーっと、実はマップの方でもサポートされるようになりました。 ですので、ピボットテーブル、それから集計テーブル、そしてあとこの地図ですね。で、この,所あのどこをクリックしても、詳細データが出てくるっていう形に。で、これはもう地図単体、チャート単体でもそうですし、この地図を例えばノートだとかダッシュボードに入れた場合でも、この詳細データを表示することができるようになっています。で、もう一つですね、えっと、このピボットテーブル、集計テーブルで、 値のの制限っってていううもできるようになってますでその例えば、なんか国っていうのを、例えばあの、こで業界なんかに、ね、選んだときに、国が例えば190個あるけども、実はその中の,10あのトップ10だけを出したいみたいなあったりすると思うんですね。それが今まではバーチャートとかだったらできてたんですけども、もピボット集計テーブルでもできるようになっています。でもう一つ、ですねこの色の並び順、ここが結構あの、ちょっと大きいかなと思うので、ここをちょっとデモしながら説明していきますね。で えーとこのためにちょっと Airb のデータを見ていきましょう。でここでですね、えー、とこれはなんか Airb の,のデータです、すそ,そこに載ってる物件ですね、東京の Airb に出てる。 物件もしくはリストですねの、プロパティのデータなんですけども、ここは、えー、とそれぞれの,なんかあの地区ですね、新宿区だとか台東区だとかにどういったタイプの物件があるのか、例えばこれだとアパートメント、このオレンジ色っていうのは肌色みたいなやつはアパートメントですね。で、まあ、家があったりだとか、キャビンがあったりとかいろんなタイプがあるわけなんですけども、まあ、こんな形でちゃんと作ってると。で、これが今までの,あのバージョンの見え方だったんですね。なんこれどうなってるかっていうと、この色 っていうのののがそれぞれぞ物件のタイプで、すねでそのこの大きさっていうのは数なんですけども、ここの判例のところを見ると、この並び順っていうのが、これアルファベット順番なんですね。なので、A からスタートして最後、まあ、B で終わってるみたいな形になってると。で、実はこれなんかアルファベット順で出されるよりも、こういうチャート見てるときって、なんかこう、この バーに例えばフォーカスすると大きい方からなんかどんどん小さい方に並んでほしいなっていうのはよくあると思うんですね。で、今まではこうそういったことがしたいんであればデータラングリングで,で列をファクター型に変えて順序を設定するみたいなそんなステップを入れなくちゃいけなかったんですけどもこれが今回のバージョンからチャートの中でできるようになりました。なので今回ですと例えばこ,こに色のところにプロパティタイプっていうのが指定されてますけどもメニューからこれ色とグループっていうのを選択します。で、そうするとですねここに 今、並び順っていうのがアルファベット順 A から Z ってなってるんですけども、そうじゃなくて、この Y 軸の値で並べてよと。で今回、Y 軸の値っていうのはこの行の数ですよね。でそのつまり、このそれぞれのバーの高さっていう意味です。で、これ今回ちょっと注意してほしいのは、それぞれ1個1個のバーの中であの大きい順で並ぶっていうことじゃなくて、全体ですね。で全体であの大きい順で並べること。 見たときに、ここの順番ですね。これが行の数の多い方からっていうふうにするんで、そうじゃないと、まあ、それぞれのバーでなんか色が変わってきて、同じアパートメントなのに、あるときは緑で、あるときは赤でとなると、わけわかんなくなってくると思うので、まあ、全体での,あの多い順にっていうになっています。で、これちょっとやってみましょう。ここで Y 軸の値で、まあ、多い順っていうことは、こ順ですね。数字の大き,大きい方からなんか小さくなっていくみたいな順番なので、これでやると、まあ、ここで大体見えるんですけども、ここでちょっと適用してみましょう。 でやるとここを見ると上の方からこうなんから大きい順でこう流れてああの割り当てられてます。 でこれでもいいんですけども、この積み上げチャートみたいな、この積み上げバーチャートみたいな場合って、見方として結構なんか下から積み上げていくって感覚がありますよね。なので、その場合は、この高順、大きい方からっていうふうにするんじゃなくて、逆に上から考えたときに小さい方からの場合がいいときもあります。ここちょっと逆にしましょう、ここで照順っていうふうにすると、どうなるのかなと。でそうすると、この状態、見てみましょう。この アパートメントっていうのはこのデータの中では一番物件が多いんですね、これ一番下の。その次がハウス、その次がホステルみたいな形になってると。ですので、これがこのバーチャートのそれぞれ下から積み上がっていくっていう、そんな感じになっています。 でこれはですね、えー、と今この積み上げのバーチャートもそうですけどもあのこのエリアチャートなんかでも同じようなパターンがあると思うんですよね。これもまたあのこれ今度 X 字が時間軸になってますけどもどういう物件がどん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  Airbnb にあのリストされていってるのかなっていうその数を。 累積合計みたいなものをこう測っているものなんですけども、これがですね、これ、すみません、累積合計じゃないですね、単純にその時にどれだけの物件が新しくリストされたかっていうのを見てるんですけども、でこれが、えー、と同じですね、この物件の多い方から下から積み上げていくような形になっていると。 でそれさらにもう一つですね、なんかよくありがちなパターンっていうのは、このパイチャートですね、パイチャート、もしくはこの真ん中に穴が開いてるバージョンあの、リングとかドーナツとか言ったりしますけども、このチャート、ここも多い方から小さい方へっていうのがあの順番になってます。でちなみに今さっき私は ここでなんか色のところで順番を変えたりとかってしてましたけども、これデモ用にしているだけで、これがもうこれからデフォルトの,あの動きになります。ですので、皆さんこうやってチャートバーチャートだとか、このドーナツのリングチャートを作って、で色の列を割り当てると自動でこの順番になります。でそうじゃなくて、いや、私はアルファベット順にしたいという場合は、さっきのように色の,あの設定の画面を開いて、でそこで設定をし直していくことができます。 でもう一つですね、ここで見ておきたいのが、ここのなんですけども、これ、なんか異様にたくさんありますよね、この地域が、このなんか区とか市とかですね、東京23区、それからプラス、他の市、東京の市みたいな形になってると思うんですけども、でもこの辺以降っていうのは、なんかもう、なんか細かすぎて、なんかあってもなくてもなんかいいような感じですよね。なので、どっちかっていうと、トップの方に注目したいと。なんだけど、一応、全部の物件の数っていうのは失いたくないと。 でないとこのパーセントの計算がおかしくなるので、例えばトップ10とかにしてしまうと、なんかどれだけこう東京の中で新宿区の物件って何パーセントぐらいなのかなという時の計算がおかしくなりますよね。なので、これを残しつつ、他のやつはなんかこうもうちょっとなんかもうその他グループみたいな形でできないかなと。それできるんですね。これ色のところからこれその他グループっていうのがあるので、これをクリックして、行数の多いものを残すっていうのを選んで、例えば残すグループの数を10とかって適用すると、 もうちっちゃいやつは、もう全部これ、その他グループっていうふうにま,あまとめてしまうよっていう形ですね。で、このその他グループを作るっていうもの自体は、これ新しくなく、前からあった機能なんですけども、今回のリリースから、このその他グループっていうのを作ったら、絶対にいつも一番最後に来るよみたいな、そんなふうに仕様が強化されてます。 でこれは他のチャートも一緒ですね。なので、あのこのそのほかグループというのは、例えばさっき言ったように、の値の大きい方からなんか1番、2番、3番みたいな並べ替えるんだけど、そのほかは一番最後にしようよみたいな、そんな形になしようになっています。でもう1個、ですねチャートの方で、実は1個、もう触れておきたいのが、こちらのチャートでこの値を表示しておきたいみたいな場合がありますよね。例えばこれ新宿区がこれ件 っていうのがありますけどもこれちょっとこのチャートの上に表示しておきたいみたいな自分で分析しているときはなんか別にいらないと思うんですけど他の人に見せるときなんかによくあるパターンですよねでその時はここのプロパティの方から、えー、この値をプロット上に表示っていうのがあってでこの例えば上とかって選んで 適用ってすると、このチャートのこのバーの上になんか文字をこう乗っけてくれるみたいなのがあったんですけども、こういうの積み上げ系のチャートなんかだと特になんかバーの上に通常乗っけられても困ると、これ色がないときはいいんですけども、なので今回からですね、この真ん中っていうのもサポートするようにしました、こ中央ですね、値をプロット上に表示の。でこれで適用ってすると、中に入れて。 くれますでさらにですね、なんとか無理やり詰めようとするので、なんかこう小さいバーのところは、なんか重なるんじゃなくて、なんか文字を小さくしてで、その中に入れるみたいな形なので、まあなんか顕微鏡とかなんかあの、ループがなんかないと見えないような感じですけども、もう小さいところは、まあ、一応なんかこう、重ならないように文字が入るような形になっています。OK。で、これが、えー、とチャートですね。 であのちなみにこれ実はですね、あまりにもちっちゃいのは出したくないっていう場合は、この値より大きい場合のみ表示とかっていうのもあるので、例えば今回だったら、このなんかもう100よりも大きい時だけ出したいとか、49とか,なんか13とか21とかも出さないでみたいなのも、まあ、あのパラメあのプロパティの方からコントロールできるようになってます。OK。 でえー、っとあとですね、他にもちょっとチャートの方をついでに言っておくと、あのこのハイライトっていう機能があるんですけども、この色を使ったときに、一部だけに色をあのつけて、他はなんか全部グレーにしたいと、そうするとなんかこう、自分の気になっているところを全体の中のどの辺にいるのかなみたいな形で見るますよね。で、その時にこに、例えば国なんかだと、なんかたくさん、それこそなんか100個とか200個こうあの分、この判例に。 表示されてしまうとで、なんかあまり意味ないし、なんか煩わしい。で、こういう、そういう場合にはですね、このハイライトの、この色の設定の画面からですけども、ハイライトしてない値っていうのは、もうその他っていうふうに表示しちゃおうとそ、判例の中では。 といううこともできるようになりましたただこれはですね、そのほかってしてるんだけども、実際、例えばマウスをオーバーすると、そこに元の値が出てくるようになってるし、もしくは例えばラベルっていうのを使って、チャート上にその値を表示させたい、ラベルを表示させたいってときでも、その,あの元の値はあの出続けるっていうようになるので、ただ、判例ですね、がなんかこう、ぐちゃぐちゃしないように、そのほかにまとめれるようになりました。 でもう一つ、えー、とトレンドラインっていうのがあのチャートの中にありますけども例えばこれ散布図なんかでなんかよくこうどっち向きにあの 傾向があるかななみたいな見たいしますよねでその時に今まではこれ色ごとに色をアサインする、割り当てると色ごとに色が一つのグループだと考えられるのでその中での傾向はどうなってるのかなみたいな形であのトレンドラインが引かれてたんですけどもこれかこのバージョンから選べるようになりました。で色ごとも今まで通りできるんですけども全体で ののトレンンドラインっていううも引けるようにな,りましたなのでこれがあると逆に一ついいのはこの全体の中で一つのグループっていうのはどの辺にあるのかなみたいなの,このトレンドラインに対してどの辺にあるのかなっていうのを比べやすくな,あのなっています。 Okay、で以上が、まあ、大体こうチャートに関する機能強化そして新機能って形ですね。でさっきダッシュボードの作成のにかかる時間って話があってで、まあ、チャートにかかるあの作成にかかる時間があるよねと。なのでやっぱここもし,しっかりと機能強化してい,くいきたいなっていうのがあったんですけどもただチャート作成にかかる時間っていうのも実はそんなに大したことなくてこう全体の占める割合の中では。 一番やっっぱり時間かかるのってここなんですよね結局データラングリンググリデータの加工もしくはきれいにしたりだとか整形したりとかってことですね。なので、あの引き続きエクスポートリーとしては、このデータの加工、データラングリングっていう部分を、はあ、のこう力を入れあの続けています。ですので、皆さんがこうデータ加工するのがいかに効率的に柔軟にで素早くできるかなっていうところにフォーカスして、昨日今回もですね、機能強化しています。 でまず1つは、この左側ですね、ここでちょっと気づいてほしいんですけども、も左側の方をズームインしてみて、えー、ましょう。 そうう。すするとですね、さらにズームししてみましょうなんとこのブランチっていうのがエクスポートにあってデータフレームを作業中のデータフレームがあったらそこからブランチデータフレームっていうのを生やしてでさらにそこでもうちょっと実験的な作業をしたりだとかもしくは違ったデータの加工をあの集,計のしか集計したりだとかあのしていくっていうことができるんですけどもそのブランチが今までは1段階しか作れなかったのがこれからは2段階3段階4段階、えー、好きなだけ作れるようになりました。 でこれがまず一つ大きな変更ですね、今回のリリース。でもう一つがですね、えーとで、テーブルビューに行ったときに、この欠損値がどれぐらいあるのかなっていう、そのインディケーターみたいなものがこのちゃんと出てくるようになりました。ちゃんと出てくるようになりました。ですけ列のヘッダーのところを見ると、この緑の,あのエリアっていうのが、まああの 値がが入っているのが何の何パーセントなか逆に赤いエリアっていうのが、こ欠損値、もしくは NA ってやつですね、がどれぐらいあるのかなっていうのが一目で分かるようになりました。これ今までだったらサマリービューに行かないと分からなかったんですけども、テーブルビューで作業することって結構多いと思うんですよね、特にデータラングリングなんかしているときはで。そのときにいちいちサマリービューに行かないでも、まあ、あここはどれぐらいデータ揃ってるのかなみたいなのが一目で分かるようになっています。 でこの辺の設定はですね、あのこの設定のなんかこう、あのネジアイコンみたいなのをクリックすると、このダイヤルが出てくるんですけども、その中で、このバーを、いらないっていう人は、その,あの欠,欠損値の割合バーを表示っていうのをアンチェックすればいいですし、さらにですね、 え空白文字を記号を使って表示っていうのをチェックすると一番左側の列なんかそうなんですけどもこのど空白文字がこ何文字入ってるのかなみたいなのがこうちゃんと可視化されるようになりましたよくあるのが一番最後にですね文字列の一番最後になんか余計な空白文字が入ってるかばっかりになんかこう集計しようとしたらなんか数が合わないみたいなのあったりすると思うんですけども、まあ、そういうのも調べてでさらにそれを元にテキストデータの加工みたいなのを使ってあの。 いいらないいや空白を消すあといですね、数値をフォーマットっていうのもあるので、これ、あの数値をフォーマットしたい場合っていうのは、これは、あの、1000の位ですね、で、カーマーを入れるだとかっていうことですけども、それをなんかしたい場合もあれば、したくない場合もあったりとかあると思うので、まあ、それをなんかあのコントロールできるようなチェックボックスも今回から付け加わっています。 で今のはまあ大まかな全体的なデータラングリーの話ですけども、これからですね、一つ一つデータラングリーの中でもいろんなあのステップあの処理がありますけども、その辺でも結構 UI の変更を加えているので、ちょっと見ていきましょう。えー、まずこの結合ですね、うん、からちょっと見ていきたいと思いますで。結合の方なんですけども、まずここに、えー、と今回はこれ、えー、とアメリカのカリフォルニアのなんか住民投票みたいなやつですね、これ、データがあるんですけども、 でこのデータに、まあ、こんな形にテーブルのところに行くと、こんなになっているとで。いろいろとなんかこう、あのつの住民投票があって、一行一行っていうのは、カリフォルニア州の中の軍ですね、58個の軍があるんですけども、どれぐらいの率で賛成したか、賛成率みたいなのがこの数字ですね。で、それはいいんですけども、このデータがあって、最終的には、今回、このデモの時間ではいらないですけども、最終的に見たいのは、 えとこのデータが、えーと、このカウンティーというのはこの軍ですけども、どういう系の軍なのかなというのはこう、アメリカには二大政党があって、民主党と共和党というのがありますけどどっちの,あの党に寄っているような軍なのかなというのを見たいと。で、ここに、まあ、あのパーティーネームみたいな形に入っているんですけども、これはここですね、この結合っていうステップがあって、でこのステップによって、この3つの 列っていうのののをこの別のデーータフレームから持ってきてるんですねで持ってきてきるんですけども、これもよくあるのが、このキャンディデートネームで、これ、大統領選挙、2016年の大統領選挙ですけども、いやこれはどうでもいいなと、さら,さらにこれ、どれぐらいの投票数があったかとかっていうのもどうでもいいなと。知りたいのは、どっちの党によってるのっていう、もうこのパーティーネームって、ね、パーティーネームでパーティーな党っていうことですけども、この列だけは取っていきたい。 なのに3つ来ちゃったよとで。これ3つだからいいんですけど、たまにこれ持ってくる先のデータフレームっていうのがたくさん列があるったりとかする場合に、一気に列が増えちゃうみたいな、うっとしみたいなこともあったりしますよね。で、そのときにですね、なときはこの結合のこれがあの新しくなった UI なんですけども、基本的にこの辺は変わってないんですけど、このプレビューっていうのができました。なので、プレビューを見ると、どういう結果になるのかなっていうのをチェックして、でその後この実行を押すと、 本番的にあの全部データが結合されるんですけども、ここでですね、この今、結合する列を選択っていうメニューが出てるので、これをクリックすることによって、どのデータを持ってくるのか決めることができます。今、これ何も選択しないと全部持ってきます。で、今回はさっきみたいにこのパーティーネームですね、この等の名前っていうものだけを持ってきたいので、これパーティーネームをクリックして、で、これで OK。で、これでプレビューボタンってやると、このパーティーネームだけを取ってきますよと。 青っていうのは自分の元いるデータで、オレンジの部分っていうのが結合先から取ってくるデータですね、が取れるようになります。なので、これで実行すると、さっきみたいに3つあるんじゃなくて、これ1個だけになったので、今までみたいにこの結合先のデータフレームに行って、で、なんか列の数を減らしてとかする必要なく、単純にこの結合するときに必要なものだけを取ってくる、そんなことができるようになっています。OK。で、次になんですけども、 えっとこの先にこの条件付きの計算というのをいっちゃいましょう。今までもこのいわゆる、なんかこういう条件だったらこういうことをして、こういう条件だったらこういうことをしてみたいなのがあったと思うんですけども、あの UI が一気にあのまた新しく改善されました。でそのために、またさっきの Airb のちょっとデータフレームに行ってみましょう。でここで、ですね、えー、っとこのそれぞれの物件に泊まるときのなんか価格みたいな列があるんですね。 どこの辺にありますね、プライスっていうのがありました。で、このプライスをもとに、なんかいくつかのグループを作ってみたいなと。なんかハイエンド、ミドル、ローエンドみたいなを作ってみたいな。 思いますで、じゃあ、その場合なんかには、この列のヘッダーメニューから、これ、2つやり方があるんですけど、昔、今まではこの値を置き換えるの下に条件をしてっていうのがあったんですねで。それからやってもいいんですけども、今回から計算を作成の下にも、たどり着けるようなメニューができました。ですので、この計算を作成、標準ってやると、今まで通りの計算を作成のダイヤルが上がってくるんですけども、この条件付きっていうのを選ぶと、この条件を設定して、置換っていうダイヤルが上がってきます。 でこちらの方でですね、この対象となる列っていうのはまあ今回プライスなので、で、えー、とこの列に対して何かして、あのこの列っていうか、に対してなんかしていきましょうとで。この条件をまず作るっていうことは、これプラスボタンなので、これを押して、で、例えばこのプライスっていうのがありますよね。で、このプライスが、例えば、えっ、ー、と、以上っていうのを選んで、例えばですけども、なんか2万、2万円以上。 みたいな、そんな物件ですね。っていうものであれば、なんかこう、ハイエンドにしてみたいと。で、ここなんですけどここは大きく変わってます。今、ここにタイプインできるんですけど、これ数値って書いてますよね。なので、これだと、例えば、なんか1って書くのはいいんですけども、今回やりたいのは、ハイエンドっていう文字列を入れたいです。で、そんな場合はですね、このクリックしたら、なんかここに、なんか数値はあるんだけど、文字列がないと。で、これ、初めての時ちょっと迷うかもしれないんですけども、ここにデータ型っていうのがあるんですね。で、これは、 最終的にこの新しい値、これから作る列のデータ型って何なのっていうのをここでまず決めます。なので今回だったらハイエンドだとかミドルだとかローエンドっていう文字列を入れたいので、それってデータ型で考えると、このキャラクターなんですね。キャラクターっていうデータ型、もしくは文字。なのでこれ文字にすると、このデータ型にふさわしいなんかこのドロップダウンに変わります。で、これ文字の状態だとここに単純に入れるだけです。なので、ここに例えばハイエンドみたいな形に。 入れますでちょっともう一個次の,あのグループ作ってみましょう。は次は例えばじゃあ1万円以上みたいな感じしまし,してみましょうか。1万みたいな形に打って、で、ここになんかミドルみたいな感じしましょう。こんな感じですね。 で何にも当たらなかったら、要は、この1万ドルよりも上じゃなかったらってことですね。っていうことは、それより未満ってことなので、そこに対しては、これ今、列になってますよね。このままクリックすると、列を選ぶみたいな。でそうすると、例えば、元の列の値にしたいっていうかっていうんだったら、これでいいんですけども、今回は、値を入れたいのであ、文字列を入れたいので、ここになんか例えばロ、ロー、ロエンドみたいな。えー、そんなんでしょう、これ。 こんな感じですかね。こんな言葉があるのかどうかわからないですけど、まあ、低いって,言わて思ってください。なので、高い、中、低いみたいな形になりました。で、この時にですね、まあ、今これで3つでできたので、これ実行しましょう。ですると、最後のところですね、このカリケーション1ってなってますけど、こういうのが新しくできましたと。で、ここでですね、さらにもう1個増やしたい条件を。例えば、ここにプラスっていうのがあるので、これ、新しい条件を作ると。 で今回は、例えば3万以上みたいなのを作りたいとしましょうで。こんな感じですね、3万みたいな。で、条件作ったと。で、この条件なんですけども、これ、上から条件をアプライしていきます。ということは、2万円以上に当たる物件、もしくはその業っていうのは、ここで吸収されるから、これ、ハイエンドになっちゃうんですよね。で、さらに1万円以上っていうのは、その2万円以上に当たらなかった物件で、さらに1万円以上ってことになるんですよね。 で、この3万円以上っていうのはもうすでに2万円以上に取られてるので、ここにあると一生かかっても、例えばここに、いや、俺はこのプレミアムとかっていうなんかグループを作りたいんだけどって言っても、ここに当たらなくなってしまうと。で、はしまったな、みたいな。じゃあこれ、ここの条件変えて、この文字列を変えて、これも変えて、これも変えて、こえていく一個やっていくのかなっていうのが今までのやり方だったと思うんですけども、今回から、これ、ここに3本分ありますよね。これ、ドラッグアンドロップができるよってことなんです。ということは、 ここを使って、こういう感じで動かしてあげると、今、めでたくこの3万以上っていうのは一番上に来ました。で、2万以上、1万以上なので、めでたく上から条件にこう物件がマッチするかどうかみたいなのがハマっていくことになりましたね。なので、これで実行ってしてみると、じゃあ、さまりに行きましょう。多分プレミアムっていうのはちゃんとできてると思うんですけども、こうですね、プレミアム、ローエンド、ハイエンド。 えっと、ミドルっていうのは何てかないみたいな感じですけども、まあなんかこんな形で、ここですね。えっ、ー、と、あら、なんかちょっとおかしいですね。ここは今に、さっき動かしたと思ったんですけども、えー、っと、なんかちょっと動いてないですね。ちょっと後で調べてみましょう。で、もう一つなんですけども、実はここに複数の条件が指定できるようになりました。ですので、ここにクリックすると、ここですね、例えば今回はハイエンドじゃなく、だけじゃなくて、例えば、えっ、ー、と、プロパティのタイプっていうのが、 えと、ここですね。えっ、ー、と、例えば、なんか、えっ、ー、と、アパートな時みたいな形で OK すると、ここで3万ドル以上でアパートだったら、みたいな、そんなことがあのできるようになりました。で、ちょっとこれがなんか、えっ、ー、と、これが、なんでしょうかな。ハイエンドアパートみたいな形にしてみましょうか。で、ここが、えっ、ー、と、ハイエンドですよね。 で、これが、えっ、ー、と、ミドルってことなんで、これ実行しましょう。ですると、こんな形ですね。なんか、ハイエンドアパートーとか、ハイエンド、ミドル、ローエンドみたいな形で、グループが作れるようになってます。で、今回は、この新しくレートを作って、カルケーションもあるんですけども、ここは普通だったら、まあ、あの、なんか、物件タイプみたいな形で、こうやって、 列を作っていくような形ですよねっていうな形で、まあ、あのあのこの条件付きの計算っていうのが簡単にできるようになります。で今今回ですねここに文字を入れただけですけどもここであの今までみたいにこの計算っていうのを選ぶと ここに例えば計算式をえあの打っていくこともできます。今回は単純に言葉だけですけども、あ文字だけですけども。で文字だけの場合に、に今までだったら計算エディターを分けてなんかダブルコートで囲わらなくちゃいけないみたいなのがあったんですけど、今回からはもうなく、単純に文字を選んだんだったらダブルコートなしで、そのまま時間入力すると、裏で勝手にその辺の,あの対応をすることになっています。OK。 で今、これが条件なんですけども、あともう一つですね、これに関係しているようなものなんですが、この従業員アンケートみたいに、こういうなんか列が、なんかこう、たくさん、同じような列がこうやっていくつかあったりする場合ありますよね。で、これの1個ずつを、例えばさっきの条件みたいなのを使って、これ、5段階評価のアンケートがありますけども、例えば1だったらこう、2、3、4だったらこう、5だったら最高みたいな形にしたいみたいな。 でそれ1列をやるんだったら、さっきので全然済むんですけども、これ、全部やるのってめんどくさいですよね、一個一個やっていくのは。で、今回から、これ、全部、複数列でできるようになってます。やってみましょう、どんな感じかというと、例えばこの辺で全部やっちゃいたいっていう場合は、選んで、で、計算を作成から、この条件を指定ですね。 でやると、この対象となる列っていうのは、ここにもうすでにいくつか選ばれている状態になっています。ですので、別にこれ全部選んで、このダイヤルが上げなくても、一つで選んだとしても、ここで自分でどの列を対象にしたいのかなっていうふうに選ぶことができます。もちろん外すこともできます。で、対象を選んだら、例えば、これであと条件を作っていけばいいわけですね。で、その時にこの列の値がっていうのも、 これそれぞれの列ですよね。仕事の満足度がこうだったら、というのを他の列に適用してもしょうがないと思うので、その場合は、この列のところに選択された列というのがあります。で、これを選ぶと、例えば、これが1だったら、この評価が、あのアンケートの結果が1だったら、じゃあ、これはどうしようかな、なんかこの文字列で返すみたいな形にして、で、なんか、なんかダメみたいな形にしておきましょうか。 で、ちょっと条件をつけて、で、今度1じゃなくて、今度選択された値っていうのが、まあ、どれかに等しいみたいな。じゃあ、2、3、4みたいな感じにしましょう。です。だったら、まあ、この結果としては、まあまあ、まあまあ、あ、まあ、あ、みたいな形にしましょうか。で、それ以外だったら、なんか最高みたいな感じにしましょうかな。すごくいい加減ですけども。で、形でやるとですね、あとも実行ボタンを押すと、これが、 えと全部、こんな形で新しく、なんか、列ができるようになります。で、これですね、もう一回ちょっとクリックして開けておくと、これ今、新しく列を作成ってなっているので、こうやって5つの、5つじゃないですね、6つの列ができましたけども、これ、対象の列を上書きってして、これ、実行ってやると、 単純に、もっとあった列ですね、バ上書きするみたいな形になるので、まあ、こういった形で、特にこれ、アンケートデータなんか、同じタイプのデータを何回も何回も変えていかなくちゃいけないときに使いやすくなったんじゃないかなと思います。で、これ、今、あの条件付きのってやつでしたけども、そうじゃなくて、この値を置き換えるのところに、新しい値を指定っていうのもあるんです。で、この場合だったら、えー、っと、 ちょっともう一回こっちに出ましょう。よくあるのは、今のさっき条件を使わなくても、この値を置き換えるっていうダイアロルから、1だったらこう、2だったらこう、3だったらこうみたいなやつですよねで。っていうやり方もあります。で、この画面でも、えーと、こちらの対象となる列っていうのが複数選べるようになっているので、例えばこの辺ですね、こうやって、あ、ここら辺を全部やっていきたいよみたいなシフトキーなんかをして全部選んで、で、そのものに対して、 12345だったらどうするみたいなのを設定していっぺんにやることができるようになっています。OK。以上が、えー、とちょっと簡単な、えー、とデータラングリの方ですね。でもう一つ、実は二つですね、あるんですけど、あ一つえ二、ー、つですねすみません、あるんですけども、さっき列を追加するっていうのを、まあ、あの結合。 っていうのでありましたけども、ほ他のデータフレームを持ってきて行を追加するっていうのをマージっていうんですね。でそんな場合のこのマージのダイアログっていうのも、ちょっとあのデータフレームを選択するリストっていうのが、さっきのなんか複数選択の,ああのやり方でできるようになったので、まあ、使い勝手上がっているんじゃないかなと。でそれからですねもう1つ、フィルターですね。 っていうのもあるが、のダイレクトもあの、どれかに等しいっていう演算子を選んだときの,あのこう値の選び方っていうのはちょっと変わってます。であのさっきとから何かもあのパラメーターなんかでも出てきたのと同じなんですけども、ま、ず検索してで、複数選択して、でまあ、あの選べやすくなっています。OK! で以上があのデータラングリングの方ですけども、最後ですね、アナリティクスの方ですね。で、今まではダッシュボードを作っていくためには、基本的にはチャートも作んなくちゃいけないしで、データの加工もしていかなくちゃいけない、それをいかに効率よくできるのかなみたいな話でしたけども、やっぱり最後はこうデータインフォームのねっていうのもあると思うので、まあ、そのアナリティクスの方をですね、今回もあの若干アップデートがあるので、えっと、紹介させていただきます。 でまず、えー、と予測モデルっていう意味ではコックス回帰サバイバルフォレストっていうのがあるんですね。これは生存分析で使うモデルですけども、でこれはまあ基本的にはあの s a ー s だとか、もしくはサブスクリプション型のビジネスですね、なんかでよく使われる分析手法なんですね。特にチャーン、もしくはキャンセルのまあ予測みたいなもので使うようなものですけども、うん、でこれを使って予測するっていうことが今までもできてたんですけども、ちょっとここが。 今回から仕様が変わりました今までは単純に、まあ、その人のなんか辞める確率っていうのを出すと出すとでそれが何ヶ月目で辞めるのかみたいなのあな何ヶ月目の時の辞める確率っていうのを出すみたいな形だったんですね。でそれって 50人、だ100人いたら100人みんな参加した時期が違いますよね、サブスクリプーションビジネス、ネットフリックスも何でもいいんですけども、いつ使い始めたっていう木ってみんな違うと思うんですよね。で、それぞれ違うにもかかわらず、それぞれの人の3か月目でのやめる確率ってどれぐらいですかっていうのを出すっていうのが今までやり方だったんですけども、実はそれってすごく使えないよねっていうことに気づきました。<laughs> っ,てっていうのは、それを知ったところで人によってはもう過去の話だし。 で人によっては、ずいぶん先の話かもしれないみたいな。なので、あんまりそこで例えば3ヶ月目でどうなるか、3年目でどうなるかって予測したところで、あんまりその情報って使えないんじゃないかなと。でそれよりもむしろ、今日を起点として、例えば、今から3ヶ月後に、例えばなみんなの辞める率ってどれぐらいになってるのかなと。で、その今から3ヶ月目っていうのは、ある人にとっては、もうその使い始めてから3年後になっていること。 なのかもしれないしある人にとってはえ、使い始めてから4ヶ月目1ヶ月目あにサインアップした人にとっては4ヶ月目なのかもしれないですよねなのでその人その人にとっては4ヶ月目なのか36ヶ月目なのか違うかもしれないけどもこの予測したい方の視点としては今から3ヶ月目でヤバくなっている人たちにが知りたいとでそれがわかればアクションすることができますよねその人たちにアプローチするだとか何かできると思うあの、まあ、考えることができますよねでもそっちの方が使えるんじゃないかなと さらにもう一つああのあ、もう一つの話をする前にで、その場合は、えー、とまずこの予測のダイルから、えー、と基準となる日っていうのを指定して、で今、これ、特定の日付から1ヶ月後、もしくはあの、えー、3ヶ月後、3年後みたいな形で指定することもできるし、もしくは今日っていうのを起点として、どれぐらい後なのかっていうのを指定できるようにもなっています。そそうするると出てくのののはれ、えー、れぞれの人の まああの生き残ってる確率みたいな形なのが出てくるので、まあ、逆に言うと、それをあの例えば一番上に0.96って書いてますけども、ってことは、この人は生き残ってる確率が0.96ってことは4、4%の率でやめる確率ってことですよね。っていう形で理解、あの解釈することができます。で、もう一つですね、生存率のきあ特定の生存率になる日付っていうオプションがあってですね、こちらだと80、80%の生存率が0 敷地になるのはどれぐらいかな例えば50、50%の,の生存率になるのはどれぐらいかなというのは、じゃあ逆に考えると50、50%のやめる率になるのはどれぐらいなのかなどれぐらいの期間なのかな,みたいなある人にとってはそれが来るのが、例えば12ヶ月後かもしれないし、ある人にとっては3ヶ月後かもしれないし、あ,のある人にとってはあのもっと先の話かもしれないですよね。なので、それを自分で敷地値っていうのを指定して、で、予測する。 ようなこともできるようになりましたでこれを使うと、まあ、例えば自分で0.5ってして50%とかって入れると、それぞれの人のが、例えばこの人は10月の30日ですよ、この人は12月の15日ですよみたいな、そんな情報がこの Predicted Event Time という一番右側の列ですねの形で出てくるようになります。なので、この予測っていうのがあの生存分析のこの2つ、両方ですね COX 海域、それからサバイバルフォレストでしやすくなる。 あと,、えー、とテキスト分析ですねテキスト分析の中に LDA もしくはトピックモデルというのがありますけどもこちらの,この重要語とかっていうあのチャートがありますがこの辺のトピックの順番ですねこれがまあ,あのそのトピックの中にある、えー、行の数 その中の中文章の数の多いものからの順番で並べられるようになりました。でもう一つ、因子分析、これもアンケートデータの分析なんかでよく使われる手法ですけども、が左側が旧バージョン、今までのバージョンで、右側がえと新しいバージョンですね。今までのバージョンっていうのは、単純に第一因子で、それぞれの因子の重みっていうのをこう 相当してたんですけども、今回のバージョンからそれぞれですね、1一二三四っていうのがあったときに、まあ、それぞれのところでこうグループができるような並び順にデフォルトではなってます。ですのでこの右側のチャートの場合を見た場合っていうのは、だいたいどのあたりの変数っていうのが第一インなのか第二インなのかっていうのが一気にこう見極めることができやあのやりやすくなったんじゃないかなっていうふうに思います。 Okay、で以上なんですけども、ちょっと最後にですね、One more thing っていうことでもう一つあのおまけがあるんですけども、さっきのこちらの、えー、とダッシュボードがありましたよね。でこのダッシュボードって、まあ、このサーバーの中で、サーバーではデスクトップの中で、こうやって見てるだけでも全然あの使,える使いやすくなったと思うんですけども、これやっぱパブリッシュ、サーバーにパブリッシュすることによって、他の人と共有したりだとか。 で、きるるようになるわけですねでここのパ,パブリッシュで、例えばちょっと一回やってみましょう、これ私の個人でちょっとパブリッシュしてみます。で、そうすることによってまあ共有したいだとか、それからサーバーの方でスケジュールして、毎日、例えば自動あのデータの更新っていうのを自動化したりだとか、することができるようになるんですけども、これをですね、さっき実はこのデスクトップで見たように、この詳細を表示っていうのがありましたよね。 で、これが、えっ、ー、と、このサーバーカーにパブリッシュした場合でも、このバージョンからできるようになってます。で、例えば、こんな形でな出てくるんですけども、これ右側パラメータですよね。で、そうじゃなくて、あの、この辺の、これってなどうなってるのかなもしくは、このフランスってあるけど、フランスってどうなってるのっていう時に、これを押したいですよね。で、これを押すと、こんなダイアログが出てきます。で、このダイアログは、これ、このダッシュボードをインタラクティブモードにしないと、 えとこの詳細を表示っていうのは使えませんよっていう意味なんですね。なので、これでスタートボタンっていうのを押すと、これでインタラクティブモードになります。ものによってちょっと時間がかかる場合もありますけども、まあ、大抵の場合は瞬間で、こんな形インタラクティブモードになりますで。インタラクティブモードになったら、あとはまたこうやってフランスっていうのを押すと、さっきデスクトップでやってたように、その詳細データっていうのは確認できるようになります。 でこのインタラクティブモードっていうのは実はさっきの,あのこのパラメータも同じですね。このパラメータを使うにもインタラクティブモードがあるので、どっちかもしくは両方とも使うときには、このボタンを押してもいいし、それからこの辺のどっかを押すと自動的にさっきのダイヤルが出てくるので、それでスタートってやっても同じことになります。 でちょっとついでに見ておくと、さっき見ましたよね、この辺のパラメータっていうのも、この複数選択のパラメータっていうのは、こういった形で出てくるように、ドロップダウンだったら出るし、それからリストにしておくと、もうこうやってあの、いつも表示されてるような状態で出てくるようになっています。今これ私、あのちょっと英語モードみたいな形なんですけど、サーバーカーの言語も日本語にしておくとあの、ここら辺も訳されたような状態で出てくるはずです。OK。それでは以上。 ですねとなりますじゃあ、ここからちょっと最後にあの告知をさせてください。で、あすみません、告知、えー、で,でいいですね、はい、告知をせてください。 でえー、っと今との最後になるんですけども、12月に s a a s アナリティクストレーニングですね、これは s a a s って言ってますけども、基本的に s a a s 型のソフトウェアのビジネス、それからサブスクリプション型のビジネスの方で、でデータ分析をされている方にはすごくもってこいのものかなと思うんですけども、まあ、その場合に、際に必要な指標から始めて、で今度その指標をじゃあどうやってまあ予測するのか、もしくはどうやって良くしていくのかっていうので分析していく、まあ、その辺の手法の を2日間にかけてですね皆さんに学んでもらって、えー、スキルを手にあの身につけていただくためのトレーニングというのを用意しております。でこちらが12月ですね今年の でそれから来年の1月なんですけども、データサイエンスブートキャンプをですね、次回のものをやります。で、こちらはもう、あの本当、データサイエンスをこれから学びたいという方には、うってづけかなと思うんですけども、それこそもデータ統計の基礎から始まって、最終的には、えー、と統計、それから予測モデルですね、を使った分析みたいなところまで、体系的にゼロベースで始めていただくようなトレーニングになってます。これ、じゃあ3日間のコースになってます。 でもう一つですね、えー、と来年の1月の終わりですけれども、アンケートデータに特化したトレーニングですね、もうあのやる予定です。こちらは1日でのトレーニングとなっています。でどのトレーニングもあの私たちのウェブサイトの「学ぶ」の下にあるトレーニングセミナーというところに行っていただくと、まあ、現在あの募集しているトレーニングのリストが見えますので、興味のある方はぜひ。 あのチェックしてみてくださいもしくは周りに興味の,いあ,のありそうな方がいらっしゃれば、ぜひお声がけいただければなと思います。それではですね、今回でこれ6.11になりますけども、またここから私たちの方は次のバージョンに向けて6.12ですねあの、開発に取り組んでいくんですけども、何かあのまた次期バージョンに対して、この辺を機能強化してほしいだとか、こういう問題で困っているだとか、そういうことがありましたら、ぜひこちらの方まであのいつものように連絡してきてください。 それでは皆さん、本日改めてお忙しい中ご参加いただきどうもありがとうございます。これからもですね、あの機能強化、それからトレーニングを通して皆さんのデータサイエンスの民主化に詰めさせていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは皆さんどうも今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。失礼します。